おい、福田。はい。おい。はい。座れよ。はい。先週のクライアントへの報告書、数字も違うわ、誤字もいっぱいあるわ、どんだけミスしたら気が済むんだよ、お前。お前、今週何してたんだよ。企画書作ったりとか、あとはエクセルに数値まとめたりとかしてました。何社分終わったんだよ、それ。3社分終わりました。少ねえ。すいません。どんだけ仕事をせるんだよ、お前。今までの作業量よりも多くできるように、誰よりも早く出社して。もっと具体的に言えよ。わかんねえんだよ、全然。はい。それでは早速フィードバックをしていきたいと思います。まず最初の、物理的なパワハラに関してなんですけれども、絶対ダメです。絶対 NG。 これはもう法律違反でして、時と場合によっては刑法の傷害罪に当たる可能性があるということで、もうこれは犯罪です。なので、もし本当に、やばいなと思ったら、弁護士に相談をしてください。で、弁護士に相談する上でとても大事なのは、証拠です。証拠がないと逆に言うと弁護士は何も動けません。なので、起きた日付と起きた内容の事実、この2つを必ずセットで記録してください。でこれは別に形式的なフォーマットがないので、別に手書きのでもいいですし、スマホのメモでもいいですし、もう何でもいいので記録を残してください。そしてできれば、もし目撃者がいるなら目撃者の誰、名前をつけて、その人とちゃんと、これから弁護士に行こうと思ってるから証言をしてくれないかっていう話を必ずするようにしてください。おい、はい、福田、はい、座れよそこに。はい。どうすんだよお前、あのミス。土下座しろよ、土下座。はい。謝る気あんのかよ、お前。あります。もっと深く頭下げろよ。はい。下げんだよ、本当に。相手に必要以上にキレられた場合、あまりにも過度な怒りとキレと当たりに対しては、逆にこちらが強気にいきましょう。逆に弱気にこっちがなるから向こうがつけ上がるんですね。パワハラをしてくる人って実はものすごく狭い世界で生きていて、で狭い世界で生きているからこそ、逆ギレをするとシュンって萎縮しちゃうんですよね。ダサいですよね、すごく。でもこれは結構やっぱあって、思い切って何言ってるんですか、信じられません、もう一生ついていかないんで僕に連絡してこないでくださいっていう風に思い切って突き返すんですよ。思い切って突き返すと、もう向こうは逆に萎縮して、今後強い姿勢で当たりで来なくなります。もしペン投げられたら投げ返すぐらいの勢いで、まあ、もちろん投げ返さないでほしいんですけど、マインドとしてもう投げられたら投げ返すぐらいの勢いで思っておいてもらえればいいかなと。職場はもう本当にもう世の中に無限にあるので、もう日本にも何百万社と会社がありますし、まあ、一社の一上司に嫌われたところで本当に狭いんですね。変に一つの職場一つの上司に固執して精神がすり減るぐらいだったら、もう上司チェンジをするし、社内でまずは上司チェンジ、部署移動のお願いをして、で部署移動してもそれでもまたダメな上司に当たってしまったら、もうその会社は辞めた方がいいです。思い切って転職して、思い切ってというかもう転職は普通ですね。もう転職して職場と環境を変えることがすごく大事なので、体とその精神をすり減らさないようにしてもらえると僕としては嬉しいなというふうに思ってます。皆さん、仕事終わったのでお先に失礼します。は？何も上司より先に来ることしてんの。今日ちょっと休養がありまして。いやいやいや、飲み行くからね。え、どうして行くから、今日飲み行くから。空いてんだろ、どうせ。いや、ちょっと今日予定が。暇だろ、どうせ。いや、今日予定がありまして。ねえよ。あ、あります。おい、じゃあ行くぞ。いや、あります。はい、乾杯。乾杯。気合がさ、足りないんだよね、お前、いつも。はい、気合を感じたことないんだよね、お前に。気合。うん。じゃあこれ飲めよ、それぐらい。この酒ぐらいさ。飲めよ、それぐらい。飲めんだろ。飲めねえのかよ、そんなことも。なあ、飲めねえのかよ、おい。飲みます。なんで一口で終わってんだよ、おい。はい。全部飲めよ。じゃあもういいよ、じゃあお前。食えよ、全部。いや、全部。一気に食えよ、お前。なんで食えねえんだよ。よく噛んで食べなさい。全部食えよ、おい、はい、全部食えよ、おい。
はい、食べます。なあ、じゃあこれも食えよ、お前。食えるだろ、これぐらい。はい。飲めねえんだ、食えるだろ、これぐらい。飲み会で対処法は、まず、行かない。飲み会に行かない。これが一番の対処法です。用事があって行けません、戦略があるので行けませんっていうことをひたすら言い続けてください。そしたらもう向こうも誘うのを諦めますから。でもそれでも諦めない、誘い続けるんだったら基本はその上司についていくのはやめた方がいい。部署を変えたりとか会社を変えたりとかした方がいいんですけど、どうしても飲み会に行かなくてはいけない場合に関しては重要なことはキャラ設定です。キャラ設定、これ嘘でもいいんで、いやアレルギーなんですよと。お酒飲むともう体中真っ赤な斑点が出てしまって体質的に無理ですっていう風に言う。そしたら体質的に無理って言ったら無理して飲ませる人もいませんから。で僕がリアルに会ったことは、まあ、飲み会で飲みたくもない飲み会行った時も眠いので思い切って寝るっていう。僕の場合は本当に上司が話長いなって思ったらもうめっちゃ寝てました。僕は、はい、僕なんか3回ぐらい繰り返したら、あこいつはもうダメだっていう風に、こいつは寝るわっていう風に判断されたんで、もう誘われなくなるっていうので、まあ、そういうキャラ作りっていう対処法もあります。でさ、はい、どうすんの、まあ、今後の人生ね。今後はとりあえず目の前のことをできるように、うん、まずは頑張りたいな。何やんのそれ、全然わかんないんだけどね。エクセルをできるようになりたいな。わかんねえって言ってんだろ。はい、な、わかんねえんだよ全然、はい、全然わかんねえ。どうすんだよおい、エクセルをできるようになりたいです。どうすんだよおい、はい、わかんねえ、どうすんだよ。エクセルをできるようになりたいです。結果残すのどうやったらじゃあ、まあ、おい。どうすんだよ、おい。はい。まずは。勝ってんのかって言ってんだよ、おい。はい。一つずつできることからやってみます。うっせえな、ほんとに。思ってます。な、はい、いや、俺だよ。20前半の頃、本当に早朝から深夜まで、もうクライアントにかじりついて、ずっと営業して、だから俺は社内ナンバーワンの成績残せたわけ。おい、返事しろよ、お前、おい。あんま分かってねえじゃねえかよ。ありがたい言葉をお前に話してやってんのにさ、なんで話聞いてないわけ。こっちがさ、若い頃は、こんなに時間かけて頑張って努力して、営業してっていう風な話を教えて、何言ってんだよ、お前、おい。はい、何言ってんだよ。飲み会中にもし酔っ払った上司に暴力を振るわれた、これはすごく本当に重要で傷害罪に当たる可能性がありますので、相手が酔っ払ったとしても必ず記録を残してください。もしかしたらそのお店に防犯カメラがあるかもしれませんし、もし周りに目撃者がいないかどうか、本当にひどいことされたら目撃者を必ず捕まえてください。もう本当に首を絞めたりとか殴ったりっていうのは犯罪なので絶対許してはいけません。なので、強い気持ちを持って、日付とやられた事実、この2つのセットを必ず持っておくようにしてください。ほんとさ、福田ってさ、無能だよね。才能がない、センスがない、やめた方がいいんじゃないですか。向いてないよ、楽しく自分は無能ですって言えよ、社長。自分は無能ですって言いないよ。ほんとダメなとこばっかりだよ、福田。あ、自覚してるぞよ、自分がダメなとこばっかりだって。自覚はしてます。自分のダメなところさ、ノートに書いたらこれ書き出してる、全部。はい、自分は無能ですって書きない。はい、3日後から親戚の葬儀があるので仕事を3日間お休みさせていただきます。え、嘘でしょ。いや、本当に嘘つきでしょ。遊びに行くんじゃない、どうせ。証拠だし、証拠、証拠、証拠、亡くなった証拠、証拠、証拠を出してください。僕、子供が生まれまして、来月から育休を2ヶ月間。はぁ、あ、男が育休。こっちは全力で毎日仕事してるわけ。なんでお前は自分のガキのさ、おもりのためにさ、こっちに迷惑かけられなきゃいけないわけ。育休終わったやつってさ、大体使えないんだよね。帰ってきてほしくないんですよ。帰ってくんのよ。お、福田。はい、うん、お前座って何してんの。休憩時間だったので休憩をしてます。お前ノルマ達成しないじゃん。休憩してる暇なんて、俺だったらそんなことできないね。手にテープぐるぐる巻きにして電話機持たせるよ。
精神的な、まあ、人格否定などなどなんですけれども、正しい権利を労働者は持っています。例えば休憩時間を取ることだったり、まあ、有給を取ることだったり、まあ、育休を取ることだったり、まあ、冠婚葬祭で休むことだったり、これはもう労働者に認められた権利ですので、その認められた権利を使うことに対して、反抗する上司はもう一生ついていかない方がいいです。その上司がダメって言ったら、このダメ上司を飛ばして、その上の上とか、その上の上の上とかに話を持っていくと、その上の人たちにどんどん相談するってことをするといいというふうに僕は思います。もう仕事よりも自分の体とか自分の人生の方がもう100億倍大事です。なので、変な職場で変な上司に対して、まあ、精神をすり減らして、まあ、うつ病になったりとか過労になってしまったりっていうのが一番やってはいけないことです。もし、あ、この上司やばそうだなって思ったら、思い切って部署チェンジをして、その上司とは関わらないっていうのが一番いい選択肢だったりもします。この時代、まあ、転職は当たり前だし、職場なんていっぱいあるし、新卒で入ったからということに固執せずに、どん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 仕事を変える、上司を変えるってことをみんなには知ってほしいなというふうに思ってます。でもし本当に、悩んでしまった場合は、あとはもう弁護士に行ってください。弁護士は法律相談センターというものが日本全国にありまして、もちろんいろんな弁護士さんいるんですけど、まずはそこで話してみる、まあ、法律をちゃんと使ってもらえると解決するかなというふうに思っています。なので、幸せな人生を歩めるように、まあ、常に強気で、変な上司がいたら逆に押し返すっていうことを覚えてもらえると僕は嬉しいなというふうに思っています。